テーマのアイドルということで、はい、はい、後から入りました、トロ弁天、いや弁財天なんですけれども、はい、こちらとユニットを組ませていただきまして、はい、神玉という、はい、八王子療法寺を中心に活動させていただいてます、はい、皆様もっと遊びに来てください、遊びに来てください。かわいい絵馬やおみくじや、ガチャガチャがやれたりゲームがやれたりする不思議なお寺です。そう、あとなんかイベントもね、はい、盛りだくさんです。ある感じなのでよかったら遊びに来てください。はい、それでは療法寺のテーマソング第1弾となっております、寺づき愛の療法寺、聴いてください。恋の実ったその先は二人で永遠療法寺。Thank you.
から参りました。せーの、神様でした。ありがとう、みんな。テラズキュー。はい、ということで、どうぞ。はい、神玉の二人でしたね。神玉じゃなくて神玉なんですね。はい、神玉じゃないです。音的で神玉。神玉ね。神玉ね。神様だとちょっと偉いかなみたいな感じで。はい、神玉です。お父玉と一緒の感覚ですね。お兄玉、お父玉、お母玉。ね。玉玉、はい、これは。はい、なんでもないです。失礼しました。ちょっとあれね。これは、この玉はこれなんですかね。皆様の。はい、愛情とか友情とか、はい、情に関するいろいろなお心を閉じ込めておくシンボルでございます。後ろ回っていいですかね。キャー、はい、動線が、はい、あ、また切れた。はい、さあ、神様のお二人、次はまたライブ告知とか。もういいですか。ですね、ライブの方がもっと喋りたいこといっぱいあるでしょ。これだけの格好してたら暑い、はい、確かに全く通気性ゼロみたいな感じですもんね。すっかりしっとりしております。でも完成度高いですね。相性とか言ってたら、清掃ですよね。清掃でございます。はい、あのデザインさせていただきました。なんかね、孫子様ってすマジっすか。アンケート協力してくださいね。角川7円市4コマっていうところで、ようこそ両文字を連載させていただいております。分からないことをいっぺんに連ねて言われたんで全部分からなかった。角川で漫画描いてる横浜雑誌らしいよ、はい、どうやらあいつは、アンケート書いてほしいらしいよ。これだけ分かればいい。はい、分かりました、はい、でライブの方は次は8月の4日。はい、そうです、8月4日池袋の差で、じゃないロフェでごめんなさい、8月サイバーで、池袋サイバーで何を言ったんだ私は池袋サイバーで、ちょ、ほんと熱くて何も考えられないんですけど、みんなの顔は全員覚えました一緒にしてインプットしました。それはもう神玉ですもんね、はい、それぐらいのことは余裕ですよね。で、キッチャンテン様は金運と美とエロスと、はい、はい、神守りが素晴らしいです。なので合言葉がっぽり金運と何とエロス、金運と愛とエロスの美の化身。今僕に不足してる全てを、持ってらっしゃるということで、はい、トロベンテンは、はい、才能開花と才能開花、学力向上、はい、あと恋愛成就にこのじゃねえか、ご利益がございますので、はい、俺もそれ、そっちも全部不足してます俺。ありがとう、ぜひ両方ちょっと遊びに来てください、お待ちしております。みんな今日は会えてどこにあるって、どこにあるんでしたっけ。八王子、西八王子から歩いて大体10分以内のところにありますので、はい、ちょっと遠いかもしれませんけど、それも修行だと思って、はい、頑張ってきてください。うまいこと言うな、さすが神玉だ、はい、ありがとうございます、はい、ということで神玉のお参りに、はるばるお越しいただきありがとうございます。ありがとうございました。みんな参拝します。